色とりどりのランドセル。昨日イオン札幌ハッサム店で新商品の発表会が開かれました。インターネットでの予約販売も始まり、来年春入学のランカツが早くもスタートしています。最新のトレンドは軽くてすっぽり入る、こちらをコンセプトしたプライベートブランドでございます。最近はタブレットや水筒を持っていくことも多い小学生。ランドセルに入りきらないため、もう一つバッグを持って登下校する姿が日常的になっています。そんな中、イオンが力を入れたのは軽量化と大容量。こちらの大容量のランドセルなんですが、このようにノートが入っている、さらにこのようにタブレットもすっぽりと入る大きさになっています。子どもの体への負担軽減を第一に考え、1キロを下回る970グラムのものや、ポケットのまちが5センチも広がる商品も開発されました。軽量に関しては年々努力をして、少しでもまあ強度を保った軽量という形をしておりますけども、大容量に関しては大間違いができたという形が今回の新しい開発ポイントだと思います。こちらは白石区のラソラ札幌にオープンしたララちゃんランドセルの期間限定ショップ。気になる今注目のカラーは、今年のカラーとしてはこの、くすみ系という色を、取り入れました。人気を集めているのがグレーがかった色が特徴のくすみカラー。子供だけでなく親にも好評で、さまざまな種類が並んでいます。こちらの商品も体への負担を軽減する工夫が。マジカルベルトという機能がございまして、こちらが標準のベルトになるんですけど、小さなお子様とか肩が痛いなっていうような声を聞いて、こちらの柔らかいマジカルベルトをこちらを、採用いたしました。実際に記者が体験してみると、軽いです。クッションが硬いのかなと思ったんですけど、かなり柔らかくてすごく肩が楽に感じます。また糸の色からポケットのデザインまで全て自分で選べるオーダーメイドのオリジナルランドセルも注文することができます。早くも熱気を帯びるランドセル商戦。購入を検討されている人は早めのラン活を。